美しいパスサッカーで2大会ぶりの優勝を狙います。開始直後、クリスチアーノ・ロナウドがドリブルで仕掛け、ペナルティーキックを得ます。クリスチアーノ・ロナウド最高の滑り出し、4大会連続のゴール、ポルトガルに先制点をもたらします。対するスペインは24分、コスタが相手の守りを一人で崩しました。同点に追いつきます。さらにスペインは持ち前の華麗なパス回し、最後はイニエスタでしたが、ここは決まりません。一方のポルトガル、前半終了間際にクリスチアーノ・ロナウド、ロナウド2点目、勝ち越して前半を折り返します。後半はスペインのペース、コスタも2点目、再び同点に追いつきます。直後の13分、ディフェンダーのナジョでした。スペインこの試合初めてリードします。それでもクリスチアーノ・ロナウド、最後まで信じて戦ったと終了間際のフリーキック、追いつきました。クリスチアーノ・ロナウドハットトリック、エースが土壇場で決め、強豪同士の試合は引き分けに終わりました。